き行くよ。危なかった今。超滑るんだけど。逆だわこれ。多分右左これありますわ。あります？履くのだけでこんな時間かかります？走る。セッションメンバーはおなじみ遠藤夏樹プロスキーヤーピッ。今日は2人でセッションです。やばいです。これ初スキーだね、この板たちで。こっちね、ちょっと回すわ。いきなりパークっすか。そうだね。とりあえずこれ飛ぼう。これ飛ぶ。うん、これ飛ぼう。俺はそれ見てるもん。俺本茶コブだから、それまでに板を壊したくない。じゃあ楽しんでいきましょう。おい。このシャツ怖えな。行くぜ。早くて無理だよ。どう？これちょっと上手くない？うまい。ちょっと見て、俺攻めるから今ここら辺で。あっ、危ない。止まんねえんだよな。さあ、桑原選手来ました。まずはロングターンから。はい、ロングターンから来ましたよ。スピードをつけて、技術線仕込みの、お、いいですね。先輩、はい、一本滑り終えて、はい、どうですか。俺のスキーはクソみたいなやつ、ね、クソみたいなやつ。エッジもないし、うん、ロッカーしてるし、船底だし、エッジが噛んでんのかすらよくわからない。リュウジのは？いや、俺のはね、あのシャドウに負ける板が。あのだから止まれないんだよ、ベースは。やられてるもんね。そうで、止まるコツ覚えたんだけど、止まるコツ膝。後ろ向いて膝。あの可愛い可愛い座り方ね。あの女の子座りみたいな膝で止まるって感じだね。やばい。じゃあ2本目行ってみましょう。行きます。
こんなシャドウあるところにコブいきなり攻めるもんな。いいよ、なかなかいいですね。さすがコブの講師。分かった分かった、ここだ。お、いいライン取り、いいライン取り。うまいじゃん。ノーペイン、ノーゲインです。よし。後傾から戻れねえ。後傾から戻れない。永遠と光景になってるもの。多分だけど言っていい、プラスチックスキル入ってる全人類上手いっちゃ上手いと思う。いやダメだ、もっと安定したいわ。不死鏡だ。よし行くよ、集中。先輩。はい、お疲れ様でした。お腹痛いんですか。お腹痛い。なんでですか。笑いすぎ。なんで笑ってんですか。リュウジの。俺の。リュウジの。リュウジのせい。俺が。リュウジがね、よく空見てるんだよね。空見てるか雪にね、なんか飛び込むんだよね。いやー、多分人生一光景になる回数多い滑りですね。こんなリュウジは見たことないよ。怖いわ。あの自分でコントロールして小回りできないから。あと前後のバランスがめっちゃむずいね。意外と小舟の溝硬いしね。いやマジでね、結構ひどい。あのそして選んだシャドウ結構急じゃない。いや次はちょっと緩いところで。ちょっと緩いけど、うん、でもただ次難関は小舟がでかいっていう、そこだね。もう一回ハマったら出れないからね、あそこ。いやだから今までやってきたこの経験を次のコブにぶつけて頑張ります。完走したいと思います。でも夏希くんめっちゃうまかったよ。俺あんま変わんない。余裕そう。夏希選手準備はいいですか。カメラ OK、 行ってらっしゃい。全然普通。お、スプレー上げてく、縦にも行く、やばいです。もうサポートしてあげてください。ガウアーさん頼みます。ナイスター。あ、いいよ。お、 D ライン、 D ライン、いいよ。ターンでる、ターンでる。
ノリノリです。見とけ、俺も見せてやっかんな。うまい、うまい、うますぎる。うまかったのに。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやテッション、お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした？あ、ガウナ？ガウナ。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 ガウナはね、まあ、好きだね。なるほど。うん。どう好きですか？どう好き？もうコントロールできない。コントロールできない。ふわふわする。いや、全然滑ってたけどね。サーキュもいけてたし、コブもいけたし、あとパウダーだけじゃない？試すとしたら。パウダーは無理だな。するわ。いいですね。どうだった？赤いイケてるスキー、全軸。いや、これね、あの交差とか関係ないぐらい滑る。結構あの走れないなっていう日はおすすめです。で、まあ実際滑りどうかって言ったら、あのシャドウを選ばないといけないね。緩斜面は楽しいけど、急斜面ただ苦痛です。スネーキン鍛えられる。あのもう一つ言ったら、転ぶ回数めっちゃ多いから、まあ、冬用のグローブしっかりする。これでダメ？ダメ。もう冬のグローブ。で、あとベンチレーション、最初はしたんだけど、転んで全部ここから雪入ってきて、今靴下びしょびしょなんで、ベンチレーションをしっかり締めるように。他替えの靴下を持ってくる。あ、持ってくるか。っていう形を、意識した方がいいと思います。モーション、すごいし。あ、でもさっきよりは柔らかくなったかもね、板が。あ、馴染んだね。馴染んできた。ぜひ、日頃のスキーに飽きて、何か欲しいなっていうあなたに、ジュニアファットスキーおすすめです。おいくらですか？2000円ぐらい。2000円ぐらいだと思う、多分。リーズナブル。覚えてない。最高です。ということで、また、こういう楽しい企画をできればと思います。撮影、協力ありがとうございます。ありがとうございました。今回動画を見て思った感想だったりコメントをね、ぜひぜひしてください。こんな動画見たいなとか、こういう滑り見たいなとかいう、まあ、要望とかもあったら、まあ、できる範囲答えれたらなと思うので、ぜひコメントしてください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。楽しいスキーライフを。バイ。